3年ぶりに大阪の会場に集まったそろばんの達人たち。一問一秒もかからないという計算スピードはまさに神業。よい、始め。選手たちが目指すのは日本一の座。 0.1 秒を競い合う熾烈な戦いはまさに計算の格闘技。はい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 。今大会優勝候補の筆頭は宮城県から出場する土屋弘明36歳。過去11回の日本一を誇り、計算の正確さ、スピードで他を圧倒してきたまさにレジェンドだ。今年会場で開かれるということで、かなりモチベーションだけはありましたかね、はい、狙うのは優勝。そうですね、まあ、目指して頑張ります。レジェンドに立ち向かうのは次世代の選手たち。どんな戦いになるのかしら。よい、始め。ソロ版の頂点を極めようと全国から集まった強者たち。日本一の座を射止めるのは誰になるのか、覗き見、覗き見。この夏、大阪で3年ぶりに会場で開催された全大阪オープン。下は小学生、上は社会人まで、全国のそろばんの達人122人が集まった。お久しぶりです。ご無沙汰してます。3年ぶりです。あ、すいません。宮城県から出場する土屋弘明36歳。20年ほど前に彗星のごとく現れた高校生の土屋は、正確な計算と並外れたスピードを武器に次々と大会記録を更新。全8種目のうち6種目の大会記録を持っている。そして今大会は12回目の日本一をかけて挑む。3年ぶりの大会だけど調子はどう？そうですね、かなりやっぱり久しぶりなので、緊張はするんですけれども、まあ、リラックスして、まあ、楽しみながら全力でやりたいなと思います。この大会は2種類の競技がある。まずは総合競技。全8種目の問題をそれぞれ制限時間内に計算し、1200点満点を目指す。ちなみにソロ版の大会なんだけど、上級者は皆暗算。暗算の方が早いから見直して正解率を上げることができるんだって。この総合競技の結果から次に行われる種目別決勝へと進むことができる。選ばれるのは8種目それぞれに計算が早いトップ10人のみ。この第一関門を突破することが出場選手たちの最初の目標だ。やべ、鉛筆離して答案吉浦がしてください。レジェンド土屋、総合競技は満点だったがスピードで負けた種目があったようで。種目別6ですね、まあ、まず全部、うん、負けないようにします、はい、ここで唯一全8種目に出場を決めた次世代のホープが現れた。はい、埼玉県の八谷拓也21歳。過去に土屋を破り種目別で優勝したこともある。今回狙うのはもちろん優勝。もう誰一人にも負けることないように頑張りたいなと思います。共に負ける気はない自信満々の2人。レジェンド土屋が勝つのか、次世代エースの八谷が勝つのか、勝負の行方は。
ここからは種目別決勝。全8種目それぞれに選抜された10人が計算スピードを競う。競技はポイント制で、8種目終わった時点で獲得したポイントが1位の選手に最優秀選手賞が贈られる。第1種目は掛け算。6桁 ×5 桁の問題が10問。大会記録は土屋が持つ 27.4 秒。いきなり土屋と矢谷の直接対決。どちらも計算スピードには自信を持つだけに僅差の戦いになりそうだけど、果たして。矢谷よりも2種目少ない土屋、ここで勝って勢いをつけたい。対する矢谷は勝って先手を取りたい。土屋 27.6 秒で1番手、矢谷4秒ほど遅れて2番手、はい、土屋気合が入りすぎてスイッチが吹っ飛んだ。やめ。結果は上位の選手に計算ミスがあったため、全問正解の6番手の選手が繰り上げ1位に。土屋1問ミスで2位、矢谷も1問ミスで3位。いきなり波乱の幕開けだ。第2種目は10桁から11��keta の割り算が10問。大会記録は 22.126 秒。この種目土屋は出場を逃した。矢谷にとっては逆転のチャンス。よい、始め。はい、2番手で終了した矢谷、結果は矢谷全問正解で繰り上げ1位になり3点獲得。目標通り感じがするんですけど、まだまだ厳しいので頑張ります。続いては伝票算。各ページには1番から5番まで6桁の数字が書かれていて、20ページまで足していき正確性とスピードを競う。計算力だけでなく伝票をめくる技術も求められる。再び登場の土屋、しかも今回は矢谷の隣。若手にリードを許し、レジェンドにも余裕はない。よい、始め。伝票算は土屋の得意種目。逆転するためには決して負けることのできない種目だ。土屋 41.2 秒で1番手。あまりの迫力に後ろの委員たちもびっくり。矢谷およそ8秒遅れて5番手。第一、土屋選手。なんとかレジェンドの面目を保つことができた。どのくらい合わせてるつもりですか。伝票はもう迷ったけど、もう突っ込んじゃったみたいな。無理だ。そういうのはない。いや、まだまだ若手には負けられない。よい、始め。前半が終わって獲得ポイント1位は矢谷、1ポイント差で土屋が2位。残りは矢谷が4種目、土屋は3種目。後半戦は暗算問題でさらにスピードアップ。第5種目は掛け暗算。3桁の掛け算が10問。大会記録は 13.2 秒。逆転を狙う土屋とリードを広げたい矢谷、2人の争いかと思われたが、はい、
大会新記録を出した矢谷よりもさらに早く終了したのは、矢谷と同じ学年で幼い頃からのライバル、金本美優。次世代のホープがまた一人現れた。はい、土屋を2秒近く上回った次世代の選手たち。早すぎますね。あれは無理ですね。結果は12年ぶりの記録更新だ。一方、矢谷は計算ミスでノーポイント。惜しいね。早すぎっかな。無理だわ。土屋、レジェンドの意地を見せられるか。第6種目は割り暗算。5桁から6桁割る3桁の問題が10問。大会記録は 7.6 秒。ちなみにこんな感じ。答えを書きながらこのスピードはまさに神業。いまだ1ポイント差で負けている土屋、得意の割り暗算にかける。よっ、大会記録に迫るタイムで終了。矢谷大きく遅れた。ここでようやく土屋がトップに躍り出た。一方、矢谷はまたしてもノーポイント。最後まで諦めずにレジェンドに挑む。よい、始め。続く見取り暗算、土屋は出場を逃し逆転のチャンス。しかし一歩及ばずノーポイント。土屋が2点リードのまま最終種目へ。最後の種目は伝票暗算。今度は4桁の数字を15ページ足していく。大会記録は土屋の 21.2 秒。土屋は2位以上で優勝が決まる。矢谷が逆転するには1位を取り、かつ土屋がノーポイントでないといけない。果たして勝利の栄冠はどちら。よい、始め。よい、始め。一番手は土屋。タイムは 20.774 秒。全問正解なら大会新記録だ。3秒遅れで矢谷、わずかな希望にすがる。果たして結果は。最後は大会新記録で優勝に花を添えた。土屋が最優秀選手賞を獲得した。優勝するぞという気持ちではいたんですけれども、まさか新記録まではと思ったので、素直に頑張ってよかったなと思います。来年また連覇できるように頑張りたいなと思います。いつまでも追わせてもらう立場であることに本当に感謝をしながら、こいつに負けないように頑張ろうって思ってもらえるような選手にならなければなと思います。レジェンド土屋と高い壁に挑む若き挑戦者たち。ソロ版日本一をかけた熱い戦いから、まだまだ目が離せそうにない。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報。